はい。ここは森田農園の作業場ですね。今まで取ってきた野菜とか、野菜を出荷までやる作業をここでやります。まあ、洗ったりとか、パッキングですね。まあ、うちのスタイルは、かがんで仕事をしないっていうのも一つのモットーであって、これは僕の尊敬する先輩の農家さんの武井さんから教わった方法なんですけど、ここのポイントは、高さを揃えてあるっていうことですね。自分の背丈に。腰の負担も楽ですし、まあ立ってるので、仕事のスピードもはかどりますね。腰の高さでカウンター持ってって、かがまないように作業して効率よくやろうねっていうとこを、まあお手本にしてます。パクリじゃなくて、はい。で、そんな感じでもうここで全部揃うようにしてて、まあ野菜の入れる袋 FG とかがこういうふうに番号を振ってあったりして、あとこっちにもね、引き出しになってて、13号これみたいな。まあ、こう上だと背高い、まあ自分は取れるんですけど、パートさんとか女性の方多いんで、取れない人とか多いんで、下に持ってきながら補充は上みたいな。で、見ての通りもう汚くなっちゃって、ちょっと整頓しなきゃなっていうところなんですけど、まあ全部ここで完結できるようにしてます。まあ、例えば今日金美人参がこう袋詰めで、このパッキング必要だったら、FG のこう、あ、今日はないみたいな、ないから補充しなきゃみたいな感じで、ここで取ってみたいな、こう入れてみたいな。ですぐストックして、在庫管理もしやすくしてますね。あと森田農園の汁なんかは上にこうあって、取りやすいところにありつつ、各上にあって、あとストックはあったり、こうやってあったりとかしてますね。あとシールとかも、うちはこう根菜類とか花菜類とか分けて、こうこれに名前書いて管理してます。誰でも枠すぐ取れるようにしてますね。これだったら金美人参、金美人参、あ、ちょうどストックがないってだったら、隣にコピー機があるんで、誰でもコピーしてストックすぐできるようにっていうスタッフに教育してます。まあ僕、本当こういうちょっとしたね、ものがちゃんと場所にあるっていうのをみんなで把握することが、やっぱ効率的に作業する大事なとこかなと僕は思ってます。はい。やっぱ立ち仕事が大事なのと、あとはこう流れで、うちは弧を描くように、作業を段階ごとに、その必要な機械とか水槽とかを、まず収穫してきたものを洗い機で洗ったりとか、水槽でこう溜めたりして、水張って洗ったりとか、あとはこういうふうに銅粉ですね、こうシャーって出るんですけど、銅粉で、きれいにしたりとかですね、して、ここの揚げ台、水を切る感じですね。はい。で、洗ったのを干して、でパッキングすると、これで完結すると。で、できたのをこういうふうに、まあお客さんごとに分けたりとか、今日の発注とか予定とかがここに書いてあったりして、まあ今はきゅうりが日本で卸価格は120円だよとか、そういうところとかを書いてますね。で、みんなが共有して分かりやすくってところを作ってます。が森田の上のポイント、こだわりポイントですね。ちょっと遅れて気味のエリアです。そうだ、大輔、これこっちからやった方がいいね、本当はね。
また後でシースは。